盆前にですね、中学校へ報告に行って戻ってきて、姉が9日の日に、8月の9日正午前に、お母さん助けて助けてって声をする振り絞りながら哀願するようにね言うんですが、母はどうしてもやることもできなかった。だから今度はだんだんとまるで上事を言うかのようにですね、軍需工場で下級生にね、汗を落とすと危ないからね、危ないから汗を落とさないのよ、行くと繰り返し繰り返しで言いながらね、8月9日正午前に自分の命の灯火がね、もう消えゆるように分かるのか分からないのか私なりは分かりませんが、正午前に、ね、16歳と6ヶ月の短い生涯でこの世を去っていった。私はね、その姉がいつもね、寝る時には隣でね、面白く話を聞かせてくれてね、本当小さい時からね、友達と遊ぶ時にお人形さんごっこを言う時にね、いつも私仲間に入れてくれて連れ歩いてくれた姉でしたけども、何のために生まれてきたんか、何のために生まれてきたんか。だから戦後10月にアメリカ軍が私たちの町の沖合に進駐してきた、その進駐軍ね、昼午後に遊びに出てくる町へ、この野郎殺してやろうか、何と思ったかもか、でも殺すことはできません。おさの友達も、私は県立一中で6人が受けて小学校、私一人が滑ってそれで助かった。受かった5人は卒業して4ヶ月ぐらいの時にまさか死ねるとは思わなかったし、無傷で逃げ帰ったも8月の末に亡くなった。ガラスの破片突き刺さったその子も原因不明で血を吐いて亡くなった。私と一番兄弟のような仲良しだったその子はね、校舎の中で休憩しててドーンといった音で下敷きになっちゃって、天井板をかきもしてね、そしてやっとの思いで天井を押し上げて、瓦を押し上げて抜け出して逃げ帰ってきた。私が訪ねた時にはこの両手爪がほとんどなくなった。いかに生きようとしたか。そしてこの額に2箇所骨が出ておりましたけど、その子がね、8月15日の終戦後間もない時だと、私たちの町の空を低空でね飛んだ B29 の爆音を聞いてね、安井子さん、 B29 が憎い、この言葉を残して言っちゃった。戦後私はあれの仇が取れた、幼な友達の仇が取れた。2年生の身代わりだった上級生の仇が取れた。夢も希望もなしに戦後50年間生きてきました。自分はこのままでダメな人間になる。私の町にはヤクザが多かった。ぐれて身を持ち崩してダメな人間になる。何か情熱を傾注できるものを持たなければと思いながらも無意に過ごした50年。でもちょうど50年目の8月6日、あのテニアンと B29 がリトルボーイという名付けられた原子爆弾をね搭載して、そして一路日本に向かって広島に向かったあの発信基地のテニアン島でね、現地に古代から古くから住み着いた
チャモロ族という民族の方たちは日米の戦いになった犠牲者のね、あの追悼式をやるんで被爆者をよこしてくれということづけがあるマスコミを通じてあった。その話を持ち込まれたここから武田君行ってくれと。私は原爆の話なんかほとんどしたことがない、わしがいかんでもたくさんおるじゃないかと言ったんだ。文句言わず殿が言ってくれと言うんで、これも何かの意味かなと思って行ってですね、あのテニアン島の滑走路でジープ止めてもらって、そしてあの日本の空を仰いでですね、ここから飛んだエノラゲイによって原爆が広島に移され、あれは幼い友達の命を奪った、その恨みを思い起こしている時にね、武田お前は間違ってる、そう思った時にです、なぜ私は50年間たかがそれだけのことが気がつかなかったかというのはですね、恨みを抱いておったんでは、恨みは恨みを生む、恨みは不幸を増大するだけで何の幸せにもつながらない、それよりもアメリカの国民は一握りの為政者によって騙されて戦争に加担してきたんだと、あの人たちには罪はない、あの人たちとアメリカの人たちと仲良くして、そして戦争のない争いのないね、原爆の核兵器のない平和な世界、それを実現してこそ初めて多くの戦争犠牲者、ひいては原爆犠牲者にせめてもの供養になるんじゃないか、ね、そしてもう一つは自分のかわいい幸せに人生を送ってほしいと思う息子たちや娘たち、そして孫たちが幸せに生きるための条件には平和な世界でないと幸せな人生を送ることはできないんだと、我々親が残してやれる遺産、それは平和な世界を残してやること、戦時中に少々の金を残してやっても何の足しにもならん、銭で食べるものを買うこともできなかった、そうよわしはすっぱりと水に流そうと、そういう思いになりました。で帰る間際にですね、イギリスのご婦人が私の家に来てくださって、あの招かれて行きましたならば、幼稚園ぐらいの子供か中学2年生ぐらいの子供たち約20人ぐらい、数カ国の子供たちがですね、私たちの目の前で平和の歌を2曲手を取り合ってね、そして輪になって平和の歌を歌って聞かせてくれました。私はそれを見ながら、この子たちがこうしてね楽しそうに仲良くね歌ってる、この子たちが大きくなってね敵対しようて殺し合いをさすようなことは絶対にしてはならん、それは我々の責任なんだとこう思いました。